今日も一日が終わろうとしてます ね、夕日がどんどん沈んでいきます、うん、なかなかこう晴れの日にと思ってましたけど、うまくスカッと夕日の日に出会えないんですけど、まあこれはこれで、ちょうどこうね、雲の間が綺麗な模様みたいになって、うん、美しい景色だと思います。なんかこういうのなんか一日がこうして終わっていくと思うと、なんか思うことないですか？今日も楽しかったなという子供のようないや、こうして夕日見てたら、はい、太陽ってよく見ると、うん、もうみるみる動いてるんですね。はいはい、なんかずっと上にあって、あ、気がついたら夕方になってて、気がついたら夜になっててっていうことじゃなくて、はい、もうよう見てたらもうゆっくり動いてるわけですよ。こんなん見ててもほんまゆっくり動いてるのが分かると、はい、ほんとこう一瞬一瞬なんかこうもっと大事にしないといけないんだなっていう気になりませんかね。それは思いますね、うん、まあ、こうだんだんと日が沈んでいくとですね、うん、あの昼間、まあ、今日なんかすごくお天気良かったじゃないですか、うん、あれだけ青々と輝いてたね、この山の緑とか、うん、空の青さとか、うん、まあ、こう全体的にこうね、グレーをまとった感じになってくるじゃないですか、うん、夕グレーだな、夕グレーだな例えばこの夕日、はい、僕らにとっては夕日ですよ。お、太陽っていうのは西へ沈んでいきますよね。そしたらこう沈んでいくってことは、はい、ひょっとしたら今頃インドら辺の人は朝日に感じてるかもわかんないですよね。まあ、そうですよね。こっちから見たら夕日、うん、あっちから見たら朝日、なんかなんとも思わへんね。あれそこなんかこうすごいロマンチックに聞けるところじゃないのなんとも思わへんね。もうそらそうやんしか思わへんいや、例えばこう世界は一つだなとかね、言うんかなと思ったら、うん、なんとも思わへんね。なんとも思わへんそらそうやんしか思わへん、まあ、そらそうやな、うん、なんかええこと言わなあかんやっぱ。いやいや、そんないつもいつもいいことばっかり言わなくても全然大丈夫だもん。そうでしょ、うん、たまには僕もね、うん、ちょっとこう不良なところを見せないとね。ユーグレーンやね。やめよう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 、うん、やめようやめよう。そういうことをそういうふうに考えていくとね、はい、なんかこうもっと今を慈しんで終わりゆく今日を名残惜しむ、はい、なんかそんな気になりますよね。あともう一つ何か考えて、俺ダジャレですか、うん、何やったっけな。